松尾みどりスキャンダルのメールを暴露され不倫相手を離婚に追い込む。皆さんこんにちは。今回はフリーアナウンサーの松尾みどりさんをご紹介したいと思います。スキャンダルメール画像、胸部自宅、段落、福永祐一というキーワードで調べていこうと思います。プロフィール。出典、まとめ、ネイバー芸名、松尾みどり、松尾みどり。本業、福永みどり、年齢、32歳。生年月日、1983年8月11日出身、千葉県習志野市。職歴、元フジテレビアナウンサー、米印2006年涙ダッシュ13年。出身校、日本女子大学家政学部卒業、血液型、O 型。身長159cm、趣味漫画研究、アニメ、映画、旅、お昼寝。資格アスリートフードマイスター3級所属、ホリプロ。予想以上のスキャンダル報道とは。局アナを退社してフリーアナウンサーに転向するのはもはや定番コースでしょう。その中でもホリプロ所属なら優位なイメージですが、あまり松尾みどりアナの名前を聞いてすぐパッと顔が思い浮かばないのでは。しかもフジテレビ出身なのに松尾みどりアナは目立つ印象が残りません。しかも現在のプロフィール画像など見るとこんな顔だっけというくらい。フジテレビの局アナ時代に比べ一皮むけたくらいに垢抜けて全くイメージが違う別人に映るほど。しかし松尾みどりアナについて検索するとスキャンダルと並びそこまで目立つ存在だったかと不思議でしたが、どうやら不倫スキャンダルらしい。ただし情報として残るのはごく一部のメディア記事だけ。でも現在は不倫スキャンダルに対してかなり社会的制裁が厳しいので、いつまでも辛辣な視線が松尾みどりアナに向けられてしまう理由に考えられそう。スキャンダルが発覚したの7年8月、すでに10年近く前の出来事です。松尾みどりアナにとって大学生時代の過去ですが、アルバイト先の飲食店で10歳年上の店長と不倫関係に陥り、その当時の画像を写真週刊誌フラッシュが報じたことでスキャンダル発覚。元店長の周辺が証言したり、週刊誌にスキャンダル画像を売り込んだらしく、確かに結構なことを松尾みどりアナをやった感じ。まず大学1年で松尾みどりアナは再退社と知りつつ告白、交際をスタート。そのうちに離婚を迫るようになり、なかなか相手が応じないことに技を煮やしてメールで脅迫めいた内容を送りつけたとされます。その後に男性は別居から離婚へ。しかし松尾みどりアナはフジテレビの内定が決まるとさっさと別れを切り出したとの内容ですが、あくまでも男性周辺の証言だけの記事になります。ただ事実関係だけに注目してもこの不倫スキャンダルは相当なインパクトを与えますね。
結婚後富士を退社、自宅は京都へ出店。ラウィ JP、 なぜ富士テレビ出身ながらあまり松尾緑アナが目立たないのか。不倫スキャンダルを知ると納得する思いはどこかありますね。全部が事実だとは言わないにせよ、少なくとも松尾緑アナが原因で別居から離婚の可能性は高いわけです。それをひた隠しにしたと思うとさすがに印象は良くないでしょうし、メディア報道を見ると当時は人気絶頂だった看板アナとは高島彩さん、松尾緑アナはボスとアヤパンとそれまでもてはやされていたのが伝わります。しかしこの不倫スキャンダルをきっかけにボスとアヤパンから脱落したことは明らかでしょう。それにとって変わるのが少し後輩の加藤彩子さんだったわけだ。明らかに2から出たサビでしょうから、全く同情の余地がない扱いはやむを得ないかも。それに松尾緑アナは現在結婚して京都在住になります。しかも自宅が京都なら恵まれた土地柄だし、そんなに華々しく表舞台で活躍できないとしてもそれなりに悠々自適な生活ではないでしょうか。福永祐一騎手なら絵に描いたような玉のこし婚。出典まとめ、ネイバー JP もし松尾緑アナと聞いてもこの不倫スキャンダルを知らなければ、旦那は JRA 競馬騎手の福永祐一さんといえば顔がわからなくても情報として思い出すのでは。そういえば福永祐一騎手はテレビ中継ぎを担当することが多いフジテレビの女子アナと結婚したんだと。スポンサードリンク、そこだけは情報として印象に残る視聴者は多いでしょうが、その相手が松尾緑アナならこれは旦那に救われた玉のこし婚でしょう。松尾緑アナと福永祐一騎手は13年3月26日に婚約を発表、8月20日に婚姻届を提出。松尾緑アナは9月30日にフジテレビを退社、同時に生活を京都に移します。また松尾緑アナは10年から12年までみんなの競馬担当、旦那の福永祐一騎手と出会うきっかけとみられます。もちろん松尾緑アナは福永祐一騎手の活動拠点に合わせて京都に移住。すでに翌14年3月24日に第一子となる女児を出産と順調に家庭を築いています。ただフジテレビ退社が年度末でないことも特徴的となり、福永祐一騎手が旦那というメリットが大きいのは、過去に騎手と結婚した女性タレントは結婚と同時に引退することが多く、もしトップクラスの騎手なら高収入の経済力に恵まれることが約束されやすいと。しかも騎手は選手生命の寿命が長く、50歳過ぎても活躍することは珍しくないそうです。さらに福永祐一騎手はトップレベルの常連、結婚当時16年目とされますが、通算獲得賞金は340億円にも上ると見られとは圧倒的でしょう。これ以上の玉のこしを望めないくらいの好条件とは、松尾緑アナは悠々自適に京都で過ごせるのは納得ですから、すっかりフリーアナウンサーは趣味でしょうかね。